九州市の北橋市長は、ワクチンの3回目接種に向けた体制強化費などを盛り込んだ総額221億円余りの一般会計補正予算案の概要を発表しました。第6波が来たとしてもですね、市民生活を感染症から守っていくための予算を補強していくこと。北九州市の12月一般会計補正予算案は総額およそ221億8000万円で、18歳以下の子どもへの1人当たり10万円相当の給付事業として141億円が盛り込まれました。また来月からまず医療従事者を対象に始まる3回目接種の体制強化のために70億円、第6波の到来に備え自宅療養者へのオンライン診療や中和抗体療法を実施するための搬送体制の整備などとして6500万円が計上されています。これらの補正予算案は来月2日から始まる12月定例会で審議されます。